はい皆さんえアスターの冷やしのチャートですけどえ昨日の動画であの柴犬のね、えー、っと同時コインの,あの分析した動画の中であの最高値分析そうゃや,やったなって言って柴犬の,、うん、あのチャートの時に話したんだけどあれを思い出してねあそういえば他にもやったじゃんと思ってアスターやったなと思ってねアスターあ,のあれ以来俺見てなかったからそういうアスター今どうなってんだろうと思って今見たんだけどここボトムだと思いますけど。 ねちょうどうんはいということでまあ下がってもここ,ここじゃないのって思ってますねうんだからあのもうボトムだと思いますねはいということで下げ止まりましたっていうことね久しぶりに見てあ下げ止まってるじゃんって思ったので今動画にしますはい私は持ってないんですけど過去にサ最高値分析ねあの頼まれた経緯もあって今動画にしようかなって思いましたで もう一つ話するとその時ね最高値分析やったのはあのチャートがねもうこれ全然ないからさあの、どういう波作るかあのどこまで上昇するかちょっと分かんないっていう話したんだけど確かその時の話では多分なんだけどさうんと,、うん、と赤と赤と赤とこれどっちかじゃないのみたいな話したんだと思うんだよねうんどっちかっていうか、うん、両方まあつけるっていう話なのかなちょっと覚えてないんだけどさちょっと更新しますね あの次の高値、うん、あのここだと思います。0.638と。もう一つが、これ零点四なんだけどさ。零点四、零点四一五、零点四。あの次上昇するレベルなんだけど。零点四か、零点六三だと思いますど。どっちかだと思います。どっちか、なぜどっちかになってるかって言うのは。 これさここがなんかねちょっとよくわからないの、ね、よこれどういうふうに受け入れればいいのかこのだからこの差があるんだよねこの高値からこの高値どっちが本当の高値なのかあのちょっと判断がつかなくてこっちかこっちだと思うっていう話ですね次の上昇ここまでかこう言ってここまでつけるかどっちかですはいということでちょっとこれ消しときますねうんねはい ということで、これがね、うん、まあこうなるわけだね,、うん、ね。っていうふうにちょっと見てますけど。はい。まあ、以上です、はいえー。ビットコインや、えー、イーサリアム、うん、XRP、えー、i o タ a、えー、同時コイン、柴犬の分析聞きたい方、概要欄に直近やったやつ貼っとくので、リンク貼っとくので、見てください,、はいはい。では、失礼します。